はい、レオンチャンネルです。テレビくん3月号が発売されましたので、今月も付録と本誌を確認しましょう。表紙の一番目立つところにルパンレンジャー VS パトレンジャーがいますね。そして最新話で登場したハザードフォームもいて、最速付録ダブルレッド完全なりきりセットにはデラックス玩具の発売に先駆けて VS チェンジャーがついてますし、各レッドのなりきりマスクとかトリガーマシン1号レッドダイヤルファイヤーにビルド関連は早速ハザードフォームガンバライジングカードとぶっ飛ばソウルが付属してるそうです。付録の豪華さがとてつもないことになっておりますが、先にビルド関連のぶっ飛ばソウルラビットタンクハザードフォーム、しかも銀フレーム星5射属性でライダーパワー5300でむちゃくちゃ強いやつが入ってて、これは武器攻撃状態のハザードフォームで、この真っ黒いボディに目だけがこれまで通りですから、次の回ではどんな活躍するんですかね。めっちゃ光ってる銀フレーム付録ってすごいですよね。そして同じハザードフォームのガンバライジングカード、仮面ライダービルドラビットタンクハザードフォームと書いてあって、アーマーとかも結構変わってるんですよね。でバースト面はハザードラビットタンクフィニッシュ、ライダーパンチ状態の絵柄になっております。そしてスーパー戦隊シリーズのデータカード出すゲームがなんと2月中旬スタートで復活ですね。というか筐体もフルモデルチェンジして見た目もすごく新しくなっておりますが、そのゲームで使えるカードが先行で入ってて、これを使うとルパンレッドかパトレン1号がゲームに出てくるぞということで、特別なカードが付録で入ってますね。そしてなりきりマスクのパトレン1号マスクとルパンレッドマスク、ルパンレッドマスクはここのバイザー部分がハットの形になってて、いつも通り立体感もあって装着もしやすいですね。そしてもう一個のパトレン1号マスクはここが警察官の帽子形状になってて、わかりやすく警察官要素が入ってますね。これも立体感があって装着簡単。そして今回はデラックス版の発売に先駆けて VS チェンジャーが付属しますので、このなりきりアイテムすごいいい。結構大きくって両手で持ってもこれくらいのボリューム感がありますし、ここがくるっと回転して変形するんですよね。これで怪盗チェンジと警察チェンジができて、近づいてみるとこうで、もう早速マスクを装着してこれを持てばなりきることができますよ。でこの VS チェンジャーに対応のトリガーマシン1号とレッドダイヤルファイターもついてて、トリガーマシン1号はぐるっと見回すとこうで、ちゃんとパトカー形状になってますし、レッドダイヤルファイターは戦闘機ですね。で裏側にマジックテープがどちらにもついてて、 VS チェンジャーをひっくり返してレッドダイヤルファイターをマジックテープを使ってここにセットすれば、怪盗チェンジの変身状態が完成しますね。本編が始まる前からなりきり遊びができますね。でさらに一旦外してひっくり返して、今度は下側にトリガーマシン1号をペタッと貼り付ければ、警察チェンジのパトレン1号変身状態が完成します。シンプルに先端パーツがひっくり返ってトリガーマシンが装着されてるのみなんですが、それでも見た目のイメージ大きく変わりますよね。これで警察チェンジ、外してひっくり返して、ファイターを取り付けて怪盗チェンジ2モードで遊ぶことができますね。では3月号本誌も確認しましょう。開けるとすぐルパンレンジャー VS パトレンジャー関連の特集があって、ちょっとしたポスターもついてますし、もう細かい変身手順なんかも載ってますし、敵側の組織のことも書いてあったりとか、トリガーマシンやグッドストライカーのことも載ってます。おー、ちょっとこれは見たことない情報が、すごい先行で公開されてなかった情報のなんか面白い見た目のものが載ってるぞ。新しくなって復活したデータカード出すの情報もありますね。あとは VS チェンジャーをはじめいろんなデラックス玩具のこととか、ハザードフォームね、
ビルド関連の、おーっとこれもなんだ、このボトルにこの武器、ハザードトリガーが出てきたばっかなのに早くも新アイテム系が次々来るって感じなのかな。さらに北斗とか生徒のフルボトルも、おーすごい数乗ってる。これはなんだかんだであっという間に60本いっちゃいそう。ライダーとか戦隊以外の最新のおもちゃ情報も掲載されつつ、シンカリオンとかウルトラマン系もしっかり載ってますね。そして今月号は58ページに教えてレオンチャンネルが載ってて、こちらの動画では最新のシンカリオンをレビューしたいと思います。とりあえず今月号は最速でルパンレンジャーとパトレンジャーになりきることができる豪華セットが入っておりますから、この辺はほんとたっぷり遊べそうですよね。ではテレビくんの公式ページと教えてレオンチャンネルの動画は概要欄とコメントにリンクを貼っておきますので、細かい情報はそちらからご確認ください。以上、テレビくん3月号の付録と本誌の確認動画でした。